ルーマニア国立銀行は、ルーマニアの中央銀行。1880年4月に設立され、本店は首都ブカレストに置かれている。1916年、中央同盟国の侵略が開始されるにあたり、ルーマニア国立銀行などに所蔵されていた貴重品の数々をモスクワに疎開させたが、国立歴史博物館で展示されている貨幣コレクションや絵画、公文書といったピエトロ・ワセーレの財宝を除いては、未だ返還されないままでいる。1959年6月28日、ルーマニア共産党の武装組織のメンバー6人が、ルーマニア国立銀行の武装した輸送車から160万レを盗み取った。この事件は、東側諸国では最悪の銀行強盗であったとされている。1920年代のルーマニア国立銀行本店リプスカニ通りを望むルーマニア国立銀行の本店は、ルーマニア国内でも最も人目を引く巨大な建築物で、現代では歴史的、美術的な価値を持ち、保護されている。もともと、この場所は、シェルバン干拓寺のによって建てられた離宮の跡地に建設されたものである。1882年2月26日、カシエン・ベルナルドとアルベルト・ガレロンの2人の建築家が、ルーマニア国立銀行の建物の設計を請け負った。提訴が置かれた1884年7月12日から1890年6月まで、イー・バイコヤヌの支援を受けた建築技師、ニコライ・チェルケズが指揮を取り、部分的に新古典主義の要素が含まれた19世紀末の折衷主義風の建物の建設が進められた。ドアムネー通りに面したルーマニア国立銀行本店の新館は1937年に提訴が置かれ、第二次世界大戦中に建設が進められた。建設作業は1942年から1944年にかけて、ラドゥ・ドゥデスクとエヌ・クレツオユに支えられた建築家ヨン・ダビデスクの指揮の下で進められた。新館の建物は戦間期に流行った合理主義の影響を受けた新古典主義を象徴するものとなっている。堂々とした花崗岩の階段、正面の巨大なコリント式の柱、建物内の白い大理石で内装されたホールが印象的な建物となっている。ルーマニア国立銀行の主な任務には以下のようなものがある。金融政策や為替相場政策の策定、実施金融機関に対する免許交付、規制、健全性についての監督、及び金融システムの安定確保のための決済システムの円滑な運営の監視ルーマニア領内における法定通貨の紙幣、硬貨の発行為替相場制度の設定及び制度に対する遵守の監視ルーマニアの公的準備の管理。ありがとうございます。